心理カウンセリングとは、心理カウンセリングって何でしょう。国家資格ができ、カウンセリングの業界というのもさらに整備が進んでくるかと思います。国家資格化されたところでカウンセラー養成ってどういうことなんだろうということに関しては、いろんな見方があると思うんですが、例えば体をメンテするっていうふうに考えると、鍼灸とマッサージっていう柔道整復師っていうのは国家資格なんですね。一方で国家資格じゃない整体ですとかカイロプラクティックみたいなものもあったり、アロマを使ったものとかって、その他のものっていうのも様々に共存している状況。カウンセリングに関しても、国家資格ができることでよりこの業界が活性化されていくといいなっていうふうには思ってるね。その法的な状況は置いといて、ここでは5項目挙げさせていただいています。12ページの1つ目、相談援助、カウンセリングって相談なんですよっていうところは特に問題ないかなとは思います。で、2つ目、心理学に基づく相談援助です。臨床心理学もしくはカウンセリング心理学っていうのが僕たちのベースになる考え方なんですけど、何か困ったことがあって相談しましょうっていう時に、心理カウンセリングっていうのはその一部でしかない。宗教の教義に基づいて迷える人、困ってる方が楽になる援助っていうのもある。で、占いは占いで理論に基づいて、ラッキーカラーは赤って言ってるでしょう。それ以外に例えば医学、医療とか 教育学とか哲学とか、いろんな相談の受け方がある。ちょっとその背景が曖昧だなって思うのがあるのが人生相談みたいなところで、何らかの理論に基づくっていうよりは、その人個人の考え方に基づいてこうしたらいい、ああしたらいいっていうような相談っていうのもあるような気がします。その人の経験に基づくものがすごく役立つこともあれば、大丈夫ですかっていうふうに思う時もあったりはします。僕らも相談に乗るときに基本はカウンセリング理論に基づく関わりがあるかと思うんですけど、そのカウンセラーとしてではなく、やっぱ一個人としての考え方っていうのがそこに役立つこともあれば、医療的な知識の受け売りみたいなところでたまたま知ってたことが役に立つこともあれば、ベースは心理なんですけど、他にもいろいろ知っておくと、対応力があるだろうな。で、いろんな相談がある中の一つで、3つ目、相談者の心理面に注目をするっていうのは、心理的なところの、何らかの問題に対してアプローチするっていう意味と、何かの問題に対して心理の面からアプローチしますっていう2つの側面があるんですが、まあ心に関係するよねって大きくは捉えておいてもらっていいかと思います。法律上の何かをしなきゃいけないところを心の問題、心理カウンセリングで何とかするよりも、ファイナンシャルプランナーの方にお金の使い方って整理してもらった方がこの人幸せになるかなっていうこともあるかもしれない。13ページにて4番目、相談者の行動変容を目指す。心理カウンセリングでは相談者の心の部分、心理面に注目しながら、心理面だけじゃないんですね、具体的な行動の変化を目指します。例えばなんか心がすっきりしないっていう人がカウンセリングですっきりしましたって、ああよかったですで終わらせずに、心がすっきりしない時に例えば遅刻が多くなっていたとか、具体的な行動として問題を捉えて、なんだかですっきりしましたっていうのが、僕が減りました、行動に注目する。心がね、なんかすっきりしたって思っても気分で変わりやすいので、行動の変化の方が、つかみやすいっていうところがあるので、あ、行動にも注目するんだって、心だけじゃないんだっていうふうに思っておいていただけるといいかなと思います。5番目、主に言語的非言語的コミュニケーションが用いられる。平たく言っちゃうと、カウンセリングって、クライアントさんとお話ししてますよ、主として相談者とカウンセラーとの対話で、お話しすることで気づかれる人間関係によって相談者の心にアプローチしていきますというのを、今日
教科書っぽく言うと言語的非言語的コミュニケーションを用いて、心理的な変容を目指すみたいな言い方になるかな。人は人との関係の中で傷ついちゃう。ただその心の傷を癒すのも人との関係というふうに思います。心理カウンセリングって何でしょうっていうので、5つぐらいポイントを挙げましたが、カウンセリングとは何かについて上記の内容だけで全てお語り尽くせてはいませんが、一般的に説明されているおよその枠組みが、こんな感じというところで、あ、そうですかというところを見といていただけるといいかな。で、具体的な内容を勉強しながら、スタイルがあるみたいにご自身のカウンセリング感を育んでいきましょう。